われたね、はい、結果がもう届いてきました。来ました。皆さん大変お待たせいたしました。本日開催しましたダブルダッチデライトネクストヒーローズウエスト、ダブルダッチデライトサウス、ダブルダッチデライトウエスト3大会の結果をお伝えいたします。はい、MC は大会に引き続きニュートラット MC ユリナとレグスタイル健吾です。よろしくお願いいたします。はい、本日3大会合同開催となり合計39チームが出場しました。はい、いやもう本当白熱とした、久々にダブルダッチを生で見たんで、うん、そうですね、本当に楽しくて僕たちもすごい舞台袖で見てて楽しませてもらいました。はい、いかがでしたか。そうですね、私もやっぱりいろいろと大変な状況の中で選手たちが全力で今出せる全てを出し切って、パフォーマンスしてくださったのでもう本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございましたの気持ちで、そうですね、いっぱいです。はい、はい、ということでもう早速結果発表ね、いきたいと思うのですが、まずはネクストヒーローズウエストの結果発表に参りたいと思いますので、はい、健吾の方からお願いいたします。はい、発表させていただきます。ネクストヒーローズウエストノバイス部門の結果を発表させていただきます。お願いします。ノバイス部門第3位はシャイニー。シャイニー、おめでとうございます。コングラチュレーション。シャイニーには入賞パネルと日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。見てるかな、見てるかな、嬉しいかな、嬉しいね。はい、続いていきましょう。ノバイス部門第2位はバンフット。バンフット、おめでとうございます。バンフット、おめでとうございます。バンフットには入賞パネルと日本ダブルダッチ協会入り DD ロープスが贈られます。さあもう次が、そうですね、第1位の発表です。もうこういう風な形だともう次々に発表されていく感じがちょっとドキドキですね。みんなの反応が見てみたいですけど、そうですね、きっとみんなドキドキしながら見てくれてると思います。はい、じゃあ1位の発表させていただきます。はい、ノバイス部門第1位に輝いたのはソレイユー。ソレイユー、おめでとうございます。ソレイユには入賞パネルとダブルダッチデライトジャパン出場権、そして日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。本当にね、もう行きたくて仕方なかったジャパンだと思うので、そうですね、頑張っていただきたいですね。念願だったんじゃないでしょうか。はい、本当にノバイス部門の皆さん、入賞された皆さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、続いてですね、ダブルダッチデライトネクストヒーローズウエスト、はい、アドバンス部門、アドバンス部門発表させていただきたいと思います。こちらは私から、はい、ゆりなさんよろしくお願いします。発表させていただきます。それでは発表します。アドバンス部門第3位はゼストプラウド。ゼストプラウド、おめでとうございます。ゼストプラウドには入賞パネルと日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ続いても発表させていただきたいと思います。はい、アドバンス部門第2位は Why Not。 イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。ワイノットには入賞パネルと日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあもうこちらも早い、続き早い早いで、気持ちを込めてでも1チーム1チーム呼ばせてもらってるんで、はい、皆さんドキドキしながら聞いていただいてると思いますが、はい、続いても発表させていただきたいと思います。お願いします。アドバンス部門見事第1位に輝いたのはブラッシュ。ブラッシュ、イエーイ、ブラッシュ、ブラッシュ、おめでとうございます。ブラッシュ、ブラッシュには入賞パネルとダブルダッチデライトジャパン出場権、そして日本ダブルダッチ協会より DD ロープスが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。本当にね、惜しくもジャパン行けなかったチームの分も頑張っていただきたいなと。そうですね、でも間違いない3チームなんじゃないですか。そうですね、皆さんぜひジャパンへ行けたこちらのブラッシュ、ブラッシュ引き続き応援よろしくお願いいたしま す。頑張ってください。頑張ってください。それでは続いての大会の結果発表に移りたいと思います。はい、続いてはダブルダッチデライトサウス。サウス、
はい、こちらはケンゴから発表していただきましょう、はい、発表させていただきます。はい、サウスオープン部門の結果を発表させていただきます。オープン部門第1位に輝いたのはカンガルーポー。カンガルーポー、おめでとうございます。おめでとうございます、カンガルーポーには入賞パネルとダブルダッシュデライトジャパンの出場権が贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひね、ジャパンも頑張っていただきたいと、頑張ってもらいたいですね、思います。はい、いや、サウス1チームの出場だったんですけれども、うん、本当にいろんな思いとか、いろんなちょっと出場が難しかったりとか、いろんな苦難があって大変だったと思うんですけど、ね、出ていただいて本当僕たちもなんか嬉しかったですよね。嬉しかった、あのシンプルにすごく嬉しかったですし、はい、この1チームあるかないかというのはすごく大切な違いがあると思うので、はい、あのそういった思いを背負ってまたジャパン大会でパワーアップをしていただきたいと思います。思います、はい、僕たちもすごい楽しみにしています。はい、はい、続いての大会の結果に移りましょう。ダブルダッチデライトウエスト、イエ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 イ、ウエスト参りたいと思います。こちらケンゴからですね、まず、はい、発表お願いします。ウエストの一般部門の発表をさせていただきます。一般部門第1位に輝いたのはミューセンスマインド。ミューセンスマインド、おめでとうございます。おめでとうございます、ミューセンスマインドには入賞パネルとダブルダッチデライトジャパン出場権が贈られます。はい、こちらもね、ジャパンでまたパワーアップして、はい、楽しんでいただきたいです ね、 ですね、ジャパン大会めちゃくちゃかっこよかったんで、はい、おめでとうございます。本当に入賞したチームの皆さん全員おめでとうございます。おめでとうございます。それではですね、オープン部門の方に移っていきたいと思います、はい、オープン部門です。オープン部門は第1位から発表させていただきます。はい、はい、お願いします。はい、それでは発表させていただきます。オープン部門見事1位で通過したチームはエクトクルー。エクトクルー、おめでとうございます。エクトクルーには入賞パネルが贈られます。はい、見事1位通過、おめでとうございます。はい、ジャパンでも頑張ってください。頑張ってください。そして続いても発表させていただきます。はい、オープン部門2位通過はアペルト。アペルト、おめでとうございます。アペルトには入賞パネルが贈られます。はい、ぜひね、またもパワーアップもしていただきたいと思います。はい、楽しみにしてます。そして続いて発表させていただきます。オープン部門3位通過はオービット。おめでとうございます。オービットにも入賞パネルが贈られます。はい、はい、残すところ2枠と。さあ、皆さんドキドキしてるんじゃないですか。ましたね、本当にもう、あの自分も元気の頃を思い出すようなドキドキがあるんですけど、ここからもしっかりと発表させていただきます。あと2枠です。発表します。オープン部門4位通過はアルフレッド。アルフレッド、おめでとうございます。おめでとうございます。アルフレッドには入賞パネルが贈られます。さあ、それでは、はい、ウエストオープン部門最後に通過したチームですね、はい、あと一枠を発表させていただきたいと思います。お願いします。オープン部門5位通過はディープクレスト。ディープクレスト、おめでとうございます。おめでとうございます。最後の一枠掴み取りました。掴みましたね。はい、ディープクレストには入賞パネルが贈られます。はい、ということで、すべてのオープン部門ね、あのウエストのオープン部門発表させていただきました、はい、本当にあのみんなの思いがあるから、きっとね、画面の向こうでもしかしたら悔しい思いだとか、ね、いろんな気持ちがあると思います。あるとは思うんですが、みんなでこの5チームジャパン大会応援して、関西やばいなって言わせれるように、ここからまた一丸となっていきたいなと、そうですね、思いますので、ジャパンに通過したチームは頑張っていただきまして、はい、他の皆さんは一緒になって応援をしていきたいと思います。はい、そしてですね、まだチャンスがあるチームが残っています。はい、敗者復活対象チームを発表します。
敗者復活対象チームは3チームございますので、私から発表させていただきます。はい、敗者復活対象チームはアーク、エルフ、アレッタの3チームです。はい、以上3チームはですね、まだここからチャンスがありますし、今大会ではですね、制度もまた変わってパフォーマンスをできるチャンスがありますので、ぜひここからまた全力で、ジャパンの、敗者復活枠に残れるように頑張っていただきたいと思います。はい、そして最後にベストルーキーズ賞、はい、そちらを発表させていただきます。よろしくお願いします。結成1年未満で最高得点のチームになります。ベストルーキーズ賞はアルフレッド。おめでとうございます。アルフレッドにはベストルーキーズパネルが贈られます。アルフレッドはもうジャパンも通過してますからね。すごいですね。すごいルーキーなんやっていう。ルーキーなん言ってますけどみたいな。すごいですね。これからも楽しみですね。うん、引き続き頑張っていただきたいと思います。はい、さあそれでは、以上で結果発表終わりになるんですが、はい、出場した選手の皆様、本当に心からお疲れ様でした。お疲れ様でした。新型コロナウイルスの感染症の影響で活動もままならなかったり、する団体もねあったかと思うんですが、はい、皆さんに安全に開催していただく、開催させていただくために、選手の皆さんや観覧の皆様にもたくさんのご理解ご協力いただきました。本当に今日一日通してお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして日程の、説明をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。9月6日日曜日にはノース大会、9月20日日曜日にネクストヒーローズイースト大会を開催します。はい、同じく結果は配信となりますので、お見逃しく…さあもう最後の最後、最後の最後よ、もうちょっと頑張って頑張って。はい、同じく結果は配信となりますので、お見逃しなく。以上、結果発表終了となります。はい、もうたくさん今年は新しいことが行われたんですが、ですね、はい、これもまたポジティブに捉えて、はい、また一歩ね、皆さんダブルダッチ業界で新しいことができたという誇りを持って、はい、これからもまたダブルダッチデライトシリーズもここから要チェックしていただきたいと思います。はい、はい、それではこちらで、配信を終了したいと思います。 MC はニュートラッドのユリナとレグスタイルケンゴでした。バイバイ。バイバイ。